レイゾンデイト。おはぴよ、どうも、ひなぴよです。じゃあ、今日はこのレイゾンデイトというゲームをやっていきたいと思うんですけど、なんと今日は一人じゃありません。こんななんかクオリティの高そうなゲームを一緒にプレイしてくれるのは、どこのドイツだ？お前だよ！はい、ゆずきさんに来てもらいました。はい。よろしくお願いします。お願いします。誰が参加してくるんですか？いやいやいや、あ、そっか、私たちいつもコンビでやってるもんね。そう、誰が来てくるんだい？あ、まあ、私だよ。一人でゲストるがな。ピン芸人なんだよ。マリオパーティーとかで一緒に配信したことのあるゆずきさんをお迎えして、はい、一緒にこのゲームをやっていけたらなと思います。思います。探索型の、サスペンスアドベンチャーだそうですよ。楽しそうだね。ね、クオリティがまずね。ね、タイトル画面でわかる。やばいよね、これね。うん。タイトル画面でこんな揺らめいてんの初めて。揺らめいてんのね。ということで、じゃあ、早速やりますか。はい。無限。おー、目開いた。起こしちゃった。おはようございます。じゃあ女の子をゆずきさんにやってもらおうかな。はーい。ねえパパ、どうしてママは起きないの？ロゼ、ママは病気で。死んじゃったの？私もこうなるの？ママと私は同じ病気だから。疾患を持っているのですね。大丈夫、パパがきっと直してみせるから。開幕から切ねえぞ。本当だよ。ママ、この絵本読んで。じゃあママ私やろうかな。ロゼはこのお話大好きなのね。さあ、ママのお膝においで。あら、かわいい。昔々、一人ぼっちの病気の女の子がいました。その病気は、どんなお薬もどんな方法でも治りませんでした。重い絵本。女の子は毎日毎日海を見ながら泣いて過ごしました。死にたくない、もっと生きたい、そう思いながら泣いちゃった。共感できるんだろうな。うん、わいがい、こんにちは。ダメだ、挨拶する癖が抜けないわ。レイゾンデイト、かっこいい。ポッケー、ロゼちゃんね。夢？おお。パピーじゃない？うわ、誰ですかね。目が覚めたかい、ロゼ。パチパチしてる、瞬きしてる。すごい。誰？ここは。知らない間に。連れてこられちゃったのかな。覚えてないのも無理はない。町のロロロジで、うん、町の裏路地で倒れていたんだよ。私が名前を聞いた後、君はすぐに意識を失ってしまってね。私はルイス、この教会で神父をしているんだ。ロゼ、もしよかったら家まで送るよ。丸一日眠りっぱなしだったんだ。神父ルイス、バーガンディ教会の神父と名乗る男性。優しい声で物静かな雰囲気を感じる。裏路地で倒れていたロゼを拾い上げ教会に連れてきた。ほう、きっとご両親が心配してるよ。いえ、ママは病気で死んじゃった。私も同じ病気なの。うん、じゃあお父さんは？パパ？うん、パパはてててん。この教会は行くあてもない子供が住めるようにもなっているんだ。ここにいたければここにいたいだけいればいい。私は君を歓迎するよ。
って言いつつ置いときたいんだろうな本当は。あ、可愛いからね。そう、私惚れちゃったんだね。ロゼタソね。さあ、気分転換にこの教会を見て回るといい。君と同じくらいの年の子が多いから、きっとすぐに馴染めるよ。彼らは僕のコレクションなんだって。ほほほほ、イカれてる。そうだ、ロゼは病気なんだよね。ちょうど今日からお医者様が泊まることになったんだ。何かあったらその人に相談しなさい。偶然すぎやし、ね、しやせんか。計算されているんじゃないですか。え、めっちゃ動く。細か、描写が細かい。あ、すごい。あ、動ける。え、調べられるのかな。お、バラ、神父様が置いたのかな。粋な計らいだね。お、私には全てのことが許されている。しかし私は何事にも支配されない。あ、6章12節へえ。聖書はよくママも読んでた。休みの日はいつもは家族で教会に行くの。なるほど、聖書だったんだ。ここに住んでいいって神父様が言ってたけど本当にいいのかな。めちゃめちゃ調べられるが。あ、細か細か。罪から来る報酬は死です。ひえ、これも聖書かな。罪。本は好き。ママがよく読んでくれてた人魚のお話、あれが一番好き。なんか普通に様になってるんだよなロゼちゃん。すごいな、ゆずき。逆だろって言いてえけど。紙やペンがたくさん。よくわからないものもあるけど。他は調べられないかな。あ、ガサガス。そんなガサガサしどうしたんだよロゼちゃん。行かれちゃった。あ、走れるわ。走りもするんだ。あんまでも走るとね、体に触りそうだけど。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。もう、ああ、死んでしまったら意味ないよねっていうこと。なるほどな。ママと私は同じ病気。ママは先に死んじゃって私は一人になった。それでもまだ死にたくない。あー、辛いね。本に書いてる物語は悲しかったり辛かったりするけど最後にはみんな幸せになる。だから本が好き。いつか自分も救われるんじゃないかって思ってんのかな。あ、エモ。エモいな、うん、物が適当に積まれてるけど私のために急いで片付けたのかな。あ、道理でなんかちゃんとここに敷かれてないわけだよこれ。うん、そうだね。適当に敷かれてるもん。にしては適当すぎるけど。丸一日寝てたみたい。すごい雨。まあこんくらいかな、調べられるのは。うん、かな、うん、手に入れられるものもそんななさそうだね。確かに。あ、じゃあ私がやるか。あ、出てきた。あんたがロゼね。私はキャロル。ねえ、丸一日眠ってたんでしょ。何があったの。神父様とはどこで出会ったの。ここに住むの。コジキャロル。意地悪そうね。気の強そうな好奇心のあふれる女の子。興味関心が強く、あまり周りが見えていないようだ。実はロゼにこっそり好意を抱いている。なぬ。来ましたわかな。やめなよキャロル、そんなに聞かれたらロゼだって困っちゃうよ。ベティ気の弱そうな女の子キャロルと相部屋の成果よく行動を共にしている。ロゼにこっそり恋を抱いている。やべえ、三角関係が生まれた。だって気にならない、ベティ。誰だって言いたくないことくらいあるよ。それに私は別に気にならないかな。私は知りたいの。この雨のせいで外にも出られないし、面白い話が聞けるかもしれないじゃない。ま、後で聞かせてもらえばいいか。ロゼ、今日からよろしく。他の子にも挨拶しといた方がいいわ。ここに長くいるなら、ね。カーストとかあんのかな？あ、いや、目的みたいに出るんだ。おお。はいはいはい。あ、セーブある、セーブしまーす。あ、めっちゃある。あ、20か。20まで、優しい。優しい。What to do っていうところに今すべきことが見返せるね。あ、本当だ。教会にいるみんなに挨拶すると。オッケー。とりあえず、あ、え、
びっくりした。そこは私たちの部屋よ。みんなに挨拶するなら、正堂にいると思うわ。びっくりしたね。これ、斜めで移動できる。ええー。わあ。開かない。開かないみたい。ここには誰もいないのかな。すげえ気抜いてたわ。ああ、飛ばしちゃった。まあ、いいか。鍵がかかってる。みんな正堂の方にいるのかな。正堂って多分下だよね。下かな、うん、ってことは少なくとも2人以上はいるね。ね。あ、みんなに挨拶しなきゃって言ってた。みんなに挨拶。あ、こいつ。これは知らない。何してるの？ん？ごめん、何？あ、お前ロズだろ。昨日神父に連れてこられた。俺はグレッグ。お名前広まってんだ。怖っ。賢そうな背の高い男の子。歳は他の子たちよりも上のよう。あまりこの教会に馴染んでいない。あ、一応、孤児なのか。みんな孤児ってことなのかな？かな？俺も最近ここに来たばかりなんだ。みんなよくしてくれるよ。けど、ここにいる奴らは。ん？いや、なんでもない。忘れてくれ。この教会、山奥にあるせいで人なんて滅多に来ない。何かあってもすぐに助けは来ないってこと。目立たない方がいいぞ。と言ってもお前、なんだか目立つな。めっちゃ派手な格好してるしな。うん、服装がね。まあ、自分の身は自分で守るしかないから頑張れよ。おー、まあ、ぶっきらぼうだけど。その言い方。ね、ちょっと、意味深だけどな。ね、もう多分好きだよ。下手に、うん、下手に動くと、いじめられるぞとか。あ、殺されるぞ。暗示してそう。ひえ。鍵がかかってるみたい。みたい。チェーン開かないや。知らん人。おー。君は、神父様が昨日連れてきた、ロゼだ。僕はジェフ。うん、ロゼは細くてあまり食べなそう。なら僕のご飯もそこまで心配しなくていいかな。食いしん坊め。少し抜けてそうなふくよかな男の子、食べることに執着があるようだが温厚そうだ、うん。ここのご飯は美味しくてね。きっとロゼも気に入るよ。あ、残すんだったら僕にちょうだい。もったいないからさ。ロゼ喋らんのかい。え？こっちはいけるんだ。あ、奥は神父様の部屋みたい。告白は椅子に座った方がいいのかな。あ、懺悔ね。懺悔すんのかな。なるほどね。僕が食べましたってジェフ。しょっちゅうありそうそれ。ね。とりあえずまあ。ご飯がいつも少ないようです。ここかな、まずね、あ、うん、ロゼ、無理しないようにね。君が好きなだけここにいていいんだよ。ああ、何も心配しなくていいんだ。ここには温かいベッドも、ロゼの口に合う食事もある。さ、みんなに挨拶したら夕食にしよう。おう、はあ、はあ、あ、ここにもいる。ああ、僕はエリオット。ロゼだよね。昨日神父様に運ばれてきた子。結構男の子いる。多いね。ね。神父ルイスに依存して依存してる。ほう。はあ、だからその髪型に。不安定なところがあまりロゼをよく思ってない。そっか、髪型が同じか。似てるね。何があったかは知らないけど、神父様はみんなに優しいからね。僕も神父様に拾われてここにいるんだ。だから、神父様には迷惑をかけちゃダメなんだ。面倒を起こさないでね。さもないと殺すよ。きえー、怖いよタイプかな。他にどこにいるんだ人。これぐらいじゃない、夕飯にしようみたいな話なのかな。そうだよね。一回メニュー開いてみる。お、あれ、あ、まだいるんだ。どこかな。左とか。左、そこの聖堂の左右。ああ、いるいるいる。あ、いる、出てきてる。おーっぱいが大きい。これはやってもらおうかな、じゃあ。こんにちは、ロゼ。話しかけてくれて嬉しいわ。私のことは、わからないわよね。ノアールと呼んで。今日からしばらく、ここでお世話になる医者よ。あ、医者ね。あ、医者。あ、そうか、呼んでた。なるほど。こんな医者がいますか。もう、バインバインじゃないか。バインバインじゃん。不思議な雰囲気の優しそうな匂い。ロゼのことを教会に来る前から知っているような口ぶりだ。あ、知り合い？
あらかじめ聞かされてんのかな。そういうことかな。ロゼの病気のことは知ってるわ。あなたを見てきた。ずっと前から。だから何か心配事があったら何でも相談してちょうだい。え？昔から？はあ。安心して。私はロゼの味方よ。さあ、もう行きなさい。ま、シュリー。ま、シュリー。クルゲ。なんか、意味ありげだね。ね、なんて言ったんだろう。さあ、そろそろ日が暮れる。みんな夕食にしよう。ってことはお母さんも見てたってことかな。あー、同じ病気だからってことか。うん、そんな気がする。ごちそうさま。神父様の手料理はいつも美味しいです。それはよかった。もういっぱいいる。ごちそうさま。あ、キャロルがまた人参残してる。嫌いなものは嫌いなの。そんなことよりロゼ全然食べてないじゃない。夜お腹空いても知らないわよ。無理する必要はないよ。食べれる時に食べれればいいれれれれいいんだから。なんか神父様の声噛みやすいね。神父さんよく噛むんだな。ね、噛み癖がある。うん。ロゼ、残すなら僕にちょうだい。あ、ジェフ、ならついでに私の人参も食べて。さあ、みんな食事が終わったら部屋に戻るんだ。大雨のせいで少し肌寒いから暖かくして休みなさい。自室で休む。ちょっと話してみようよ。ね。ワールド、うん、気になる。あらロゼ、全然食べていなかったけど食欲なかったのかしら。でもいいのよ。神父様の言った通り、食べれる時に食べれば。あ、優しい。優しい。ちょっと待って。はい。料理の本がいっぱい。神父様の手料理残しちゃったのよくなかったよね。ジェフが食べてくれたんじゃないのか。確かに。絵画の本がたくさん。世界中の絵画が載ってるみたい。てかその服だからさ、きつくて食べれないんじゃないの。あーね、腰コルセット的なの。そうそうそう、そうだもんね。ね。ママはたくさん本を読んでくれた。だ、優しい声で読んでくれて。でももうその声は聞けない。切ねえ。ロゼちゃん、ロゼちゃん、ここどこだろう。私の住んでたところはすぐ目の前が海だったな。あ、また揺らせる。なんか路地で倒れてたっていう話だけど。ね、なんで？なんで家出てたんだろうね。うん。落として割っちゃったら大変。だってパパどうしたんだよって話だよな。そうよね。うん、今ガタって動いたけど。危ねえ。落とすんじゃねえかって冷えてました。こんな広い教会なのに。いるのは子供6人と大人2人だけ。そのせいで余計広く感じちゃう。なんでその人数しかいないのか。いないんだろうね。ねえ、元はもっといたんじゃないのか。あら、女の人が森で倒れているように見える。なんだか悲しい。これが芸術ってもんなんだよ。そうだよ。まだわからないかもしれないけれど。お、グレッグ、お前全然食べてなかったけど大丈夫か。今は平気。食事の時グレッグ静かだったね。いつもそうなの。あいつらと仲良くする気もないし、目立ちたくもないからな。逆に目立ってた。そんなことはない。みんな今はお前のことが気になって仕方ないって感じだしな。あ、夜はあまり部屋から出ない方がいいぞ。大体の部屋に鍵がかかるし、何かに巻き込まれても面倒だしさ。オッケー。その何かが気になるよね。何か巻き込まれることが起きてるっていうことじゃないのかな。怒るから多分ね、注意してくれてるんだよね。鍵閉めるだろうし。うわ、そういうことを言うんだろうね。そのこと、あ、こっちはこ、あれか。あれ違う。キッツイン。キッツイン、ね、キッツインだ。まあ、調べられるところは、お、はあ、危ない。すぐカタカタする。私の家にもこうやってたくさんの食料があったっけ。私とママが病気だからいつも多めに置いてたな。おお、小麦かな。袋に何も書いてないからわからないけど。え、めっちゃ一マス一マスにあるな。お、うん、細かい作りが。おお、たくさん食べ物がある。どうしてだろう。美味しそうに見えるのに全然食べたいと思わない。
今お腹いっぱいだからかな。ああ、お腹いっぱいだとね、何も別に食べたいと思わないよね。神父様はどうして私を連れてきたんだろう。裏路地で倒れてたって言ってたけど、どうして私裏路地にいたんだっけ。それが気になるよね、うん、記憶抜けてるというか、うん、そんな病気な子が外出るかっていう話だからね。記憶系の病気とかなんかな。あー、どうなんだろうね、うん、アルツハイマー的なかな。でも薬で治らないっていう病気だもんね。どうだ、時代がわかんないけど、確かに、ね、結核とかだったり、ね、そういうのがあるとその時は治んなかったりみたいなのはあるよね。想像できるけど、うん、ちょっと昔っぽいもんね、なんとなく。そう、時代背景がね、うん、一昔前な感じはする、うん、ノワールが夕食の時に飲んでたワインかな。血のような真っ赤なワインばっかり。血のようなっていう表現あんましない方がいいと思うけどね。そうだよ、うん、ママは病気のせいであまり料理はできなかった。でもママと食べるご飯はどんなものでもとても美味しいの。あー、ママがいないからどんなご飯も美味しく感じなくなっちゃったってことだ。あー、それもありそう。おーおお、あんたたちと食べるご飯よりママと食べるご飯の方が美味しいのよ。過激派じゃん。そうね、そういえば掃除とかいろんなことに当番みたいなのがあるのかな。グレッグは最近来たばかりだって言うし、神父様以外で誰が一番長くここにいるんだろう。なんかキャロルとか長そうだけどね。ね、キャロルっぽいよね。まあ、うん、カースト上位っぽいし。カーストね、カースト制度がね。あ、いるじゃんいるじゃん。はい。ジェフ、あんたこんなところで何してんのよ。はっきり言って邪魔。食べ過ぎて苦しい。ほとんど手をつけてないロゼの分も食べちゃったし、キャロルが残したのも食べてたもんね。おお。あら、みんなどうしたの？ジェフが食べ過ぎで苦しいんだって。ちょっと顔色も悪いわね。少し休めば大丈夫だと思うけど、一応胃薬飲んどきましょうか。確かキッチンに胃薬があったわね。ロゼ、一緒に来てくれる？さっき言ったのに。さっき行きましたね。うん。それさっき言ったんだけど。でもなんで、なんでロゼだけ連れてくんだろう。そうね、うん、待ってロゼ、あ、大事な話してくれるのかな。 あら、ロゼにいいこと教えてあげるわ。え、耳打ちしてるセクシー、うん、いいこと。あそこのキッチンにケーキがあるわよ。食べちゃいなさい。今食べたくない。そう、これは自分の身を守るとっても大切なこと。私は胃薬の場所を知ってるわ。でもロゼは知らないわね。うん。見えないものが見える。探してるものが見つかる。さあ、深呼吸よ。集中して。ロゼならできるわ。あ？どういうこと？どういうこと？集中すると通常とは違う情報が得られます。ですが、走ったり人と会話することはできません。なるほど。 C、 C キー。おお、禁断の果実、酒の匂い、乾燥中。あー、なんか自分の周りは分かるんだ。なるほど。で、胃薬は、あー、すごい。あ、中身は小麦って分かんの。あー、おー、あった。これかな。よくやったわロゼ。いい子いい子。そう、それが胃薬、すごいわロゼ。なんだか世界が白黒に見えた。この感じ知ってる？そうね、ロゼが無意識にやってることを自分の意思でできるようになっただけ。そういう機能を持ってるのロゼちゃんは。持ってるんだ。ノワールは私より私のことを知ってる。どうして？ずっと前からロゼのことを見守ってたわ。ロゼのお母さんが亡くなったあの日から。さあ、それよりもジェフにその胃薬を届けましょう。へえ、はあ、さあジェフ、この薬を飲んで。
生き残る術を教えてくれたと。優しい。私はジェフを部屋まで連れて行くわ。みんなも部屋に戻って休みなさい。いい女やな。体もいい女やしな。なあ。あ、これ調べられないんだ。めっちゃ気になる。調べられないんだね。バスルーム。お、セクシーシーン。お風呂入りましょうぜ。寒いからな。今日は寒いから。お風呂入ろうぜ。出しっぱいできる。遊ぶな。あ、出しっぱだ。あ、ちょっと髪さらってした。いい、すごい。かわいいじゃん。あ、ごめんね、ごめんね。真面目だった。えらい。俺たちが、ひねくれてた。どこを見てもすごく整頓されてる。ちゃんと手入れしてるって証拠だよな。うん。少し湿ってる。みんなもうお風呂に入ったのかな。私は、もう少し後でいいや。もう少し後でサービスシーンと。なるほどね。楽しみ。あ、さらり。ふかふか、ふわふわ。なんでふわふわのものを触ると、寂しい気持ちになるんだろう。ママに会いたい。ごめんね。ママもふわふわだったのかな。そういうことかな。ああ、これ。水出しっぱってまた言われるかな。これ出しっぱにできなかったわ。勝手にキュッて止まるわ。あ、できないんだ。うん、はい。あ。うわ、開くと。フリギャーあるあるね。トイレバタバタ。みんな、よくしてくれてる、と思う。けど、なんだか冷たい感じがするのは、なんでだろう。特にキャロル。そう、キャロルね。特にキャロル。特にキャロル。キャロルとか、キャロルとか、キャロルとかね。キャロルぐらいしか思い浮かばない。あ、いる。ジェフがああなるのはいつものことよ。吐いてでも食べるって感じ。なんでかしら。聞いてももったいないとしか言わないし。ジェフ大丈夫かしら。私の知ってるジェフは絶対に食べ物を残さないの。具合が悪くても、お腹いっぱいでも。お腹空いてる時のジェフはなんだか不気味で。え、なんかそれぞれ病気持ちとかなんかな。か、そのジェフの過去とか、昔はちゃんと満足にご飯も食べれなかった生活があったとか。孤児特有の、うん。一口一口も大事に食べてるのかなっていう気はする。なるほど。うん。どうしたの？あ、なんだロゼか。神父様がね、キッチンの鍵が見当たらないって言ってたんだ。だから探してるんだけど、見つからなくて。僕が見つけて届けるんだ。そしたらきっと神父様は喜んでくれるよね。だからロゼは探さなくていいからね。神父様がいた場所をもう一回探してみようかな。シーキーだな、シーキー。しかも、なんか、探さなくていいって言ってる。探さなくていいからねって。わざわざ言ってくるあたりが。本当だよ。ここじゃね？私には分かっちゃうんです。ないか。中は聖書。ないか。え？どこにいたか？もう一回キッチンの方。行けばいいのかな？行ってみるとか？このまま動け回れるんだね。走れはできないけどっていう感じだね。うんうん。まあ、ここはなんか、一回あれだ、食堂の方行ってみようか。食堂の、うん。見てもいいかもしれない。走れないのは不便じゃの。西側廊下。あ、大きな堤防。堤防。あ、あ、あじゃん。あったぜ。キッチンの鍵。え、で、解除。これこっちから、そうだね。流ってるね。うん、よし、楽ちん。これ一回話してみるか。そうね。ちょっと一回セーブもしよう。忘れそう、これ。渡すことになるのか、それとも私の手柄ですって渡しに行くのか。めっちゃ煽っていく。うん。はい。神父様がなくし物をするなんて珍しいな。どこにキッチンの鍵を落としたんだろう。神父様がいた場所をもう一回探してみようかな。なるほど。自分で届けに行くか、見つけたらどうぞなのかな。うん、どうなんだろう。好感度上げた方がいいよね、多分ね。でも探さなくていいよってエリオットは言ってたんだよ。確かに。難しい。キッチンの鍵どこだろうって。しめしめって。でも神父様に私からね、渡しちゃったらさ。渡したとしても、結局、ロゼ君がやったんだねってなるからな。うん。いやもう。エリオット渡すか。そうね。手渡ししてあげな。君の好感度を上げるべきだよ。見つけたことにしな。うん、これキッチンの鍵？
僕に渡してくれるの？神父様に渡すんでしょ？ああ、うん。何か意図がありそうでちょっと怖いな。別に何もないよ。そうなの。誰かが僕に親切にしてくれるときって裏があることばかりだったから。ありがとう。裏切られたんだろうな。なるほどな。やったぜ。あ、なんか失敗しなかった今。え、失敗してた？なんかフェイルドって。あ、ほんとだ。あ、クリアしなきゃダメなんだ。まあ任意だから大丈夫だと思うけど。そうだよね。その自分が届けるか届けないかっていうので多分変わってくるんだろうね。ああ、なるほど。ロゼが来てから神父様の機嫌がいいんだ。僕には神父様しかいない。だからやっぱロゼのことは警戒しちゃうんだ。鍵僕から神父様に返しておくよ。ありがとう。うん、これで君は私の手駒だ。手駒だ、エリオット君。ロゼちゃん結構腹黒い。見返り求めてるじゃないか。求めてるよ、ちゃんと。お、おー、ロゼ、何か話したいことでもあるのかな。時間はあるんだ。まずはゆっくり休みなさい。あー、ここで渡せたんだ。うん、渡せたんだね。なるほど。鍵がかかってて開かないんかい。ここはあれだよね、ノワールが出てきた場所だよね。そうだね、多分ノワールの部屋なんだろうね。違うのかな。あ、かな。いた、あ、いる。ジェフは休めば平気よ。上事のように何かつぶやいてるけど。ここはジェフ、ジェフ、ジェフの部屋かな。あ、二人部屋かだね。うん、苦しい。キッチンに行かなきゃ。今夜の夜食取りに。まだ食うこと考えてる。あ、苦しそう。おお。あ、使われてないベッド。はいはい。あー、一人部屋、うんうん、なぜ置いていったのか、うん、パンとジャム。まああとこの、ま、門か、門なのかな、かな。ここは誰の部屋。お、ここはエリオットとグレッグの部屋みたい。鍵がかかってるからまだ二人とも教会のどこかにいるのね。まあ話はしたから。そうだね。あとは勝手に入ったらダメかな。ああ、ダメそう。帰るか。キャロルが切れそうだからな。確かに。何勝手に入ってんだよって。まあ、あと、うん、これぐらいかな。寝るか。できることは。少し疲れたけど、あ、ちょっと、一回この部屋見てから。そうね。出てみます？セーブもする。あ、間違った。シーキーをしてみて。あ、そうだわ。探索してみる？バラのいい香り、聖書、児童書、何も入っていない。うんうんうん。特になさそうだね。うん。この荒れたラグに対しても何も言ってくれないし。何も言ってくれない。うん、よし、じゃあ休もう。今日は休もうかしら。おやすみ。疲れちゃったわ。ノワール、なんだかあの人、少しママに似てる。ママも黒い髪だったね。確かに。過去の時、ママ、ママもおっぱい気はありそうな気がする。はあ、お、ママの兄弟なのか。あ、兄弟ね、あるね。まだ夜、うん、少し気持ち悪い。ご飯あんまり食べてないからかな。何か食べなきゃ。可愛いロゼちゃん。お腹すいちゃったの。でもなんか夜食ってジェフが言ってたからね。お、食べ物を探しに行く。待って、暗いとこ行かなきゃいけないんだ。なんか起こりそう。なんか起きそうだね。鍵かけて出ない方がいいみたいなあったもんね。確かに。ちょっと、あ、ノワール、なんでいるの。私お腹すいちゃったわ。 あらロゼ、どうしたの。眠れないのかしら。お腹がついたの。そう、この時間だとキッチンも閉まっちゃってるわね。うん、うん、ロゼ、少し私と散歩しない。私少しだけ得意なことがあってね、きっと役に立てると思うわ。それにロゼと
ゆっくりお話ししたいの。うん。ほう、行動ともにセーブしよう。行動することになりました。わあ、どっちもゆずきさんだ。大変だ。大変だ。え、外に出るって言った？お散歩、うん、だから外向かっていいのかな。うん、見たいけど、まだ多分導入だからね。うん、そうだよね。行っちゃおう。今外は雨と暗闇しかないわ。お腹減ったでしょ。食べ物を探しに行きましょう。あれ外って言わなかったっけ。散歩、ここを散歩すんのか。なるほど。なんだろう、この部屋から変な匂いがする。鍵がかかってて開かない。ノワールさん、変な匂い。え、ちょっと一回シーキー押してみない？よし。その匂いについて、あ、客室なんだ。お、ほんのり臭がする。うわぁ、そういう調べ方もできんだね。なるほど。応接間、分けられる。応接間にはなんか、まあ、何もなかったね。うん、そうだよね。出ていいんじゃないかな。出ていいね。食べ物もなさそうだったもんな。うん、よいしょ。一応シーキーで見ながら行くか。うん、見てもそうだね。その部屋の名前とかも多分確認できるんじゃないのかな。うんうんうん、走れないのがちょっと不便。さすがに、うん、神父の部屋。あ、まあ寝てるよね。さすがにね。わからん。椅子座った瞬間起きるかもしれない。誰かな。神父様、来ないみたいね。ここは狭くて落ち着かないわ。ああ、まあ寝てるんだわな。寝てるか、どっかにいないか。うん、私がここに座っているのに来てくれないのね、ルイスは。ひどいわ。私というものがありながら、右って見てないよね。確かに。あ、いけねえ。鍵かかってんだ。ああ。あとでもキッチンとバスルームの方向だよね。そうだね。キッチンは閉まってていけない。っていうのも言ってたよね。ねえ、そうだから別のとこなんだろうけど。あ、そうか。まさか二人で？二人で？何いるんですか？あ、言い出しっぱなし。それはダメと。ダメか。まあ、別にそうね、一緒にいることで何かがあるわけじゃなさそうだ。うん、おい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 、びっくりした。ロゼ。顔色が良くないわ。ロゼの病気にとっては気休めにしかならないけど、お薬飲む？ノワールは私の病気のことを詳しいの？ええ、ドールズと呼ばれる先天性、つまり生まれつきの病気。少しずつ少しずつ体が固まっていく不治の病。最後には人形みたいになって動けなくなっちゃう。ああ、ママはそれで動けなくなっちゃったんか。はあ、なるほどね。そのことからドールズと呼ばれているわ。ママも人形になっちゃったの。最初は足、手、どんどん硬くなって、最後は生きてるのか死んでるのかわからない目で私を見てた。ロゼのお母さんのこと診察したことがあるのよ。お母さんは診察をあなたには見せたくなかったんでしょうね。往診の時にあなたを別の部屋で見かけたわ。あ、だから知らないんだ。なるほど、見てたのね、やっぱり。はあ。それで私のことを知ってるのね。ええ、ロゼ、不治の病というのは絶対治らない病気って意味じゃないの。少なくとも今の医学では難しいってだけ。未来はわからないわ。明日ドールズが治る薬が出たって不思議じゃないくらい世界は動いている。だからロゼには笑って生きてほしいわ。せやで。いきなりは難しいわよね。この先長いか短いかわからない人生で、最後には笑えてればいいの。ああ、ドールズ、ね、ドールズ、うん、病気のことに、うん、ついて知っちゃった。知っちゃった。開かないみたい。
何か食べれるものがあると思ったのに。大丈夫よ。ピッキングですか？天才。どこでそんな技を？これが得意ってことね。はい、開いたわ。鍵開けは得意なの。怖い。そこ自慢されてもな、ちょっと怖いんだよな。うん。けど怒られちゃうから、神父様には内緒にしといてね。これでキッチンに入れるわ。けど、危ないことはしないでね。まあ、シェリー。ありがとう。そういえば、まあ、シェリーってどういう意味？気になってた。うん、気になった。シェリーは、特別な人を呼ぶときに使うのよ。意味は、愛しい人。私にとってロゼは、そういう存在なの。ノワールー！の、なんで？ノワールー。来ましたわ、だな、これは。どうしてそんなに私のことを。トゥンク。特別？どうして？それはまた今度ね。これから先何があっても私はロゼの味方だってことを忘れないで。さてロゼとは離れたくないけど私は部屋に戻るわ。おやすみ、私の愛しい人。あら、マシェリーね。マシェリー使っちゃおう。使っちゃおう。使う人いるのか。そうか。はあ、鏡に向かって言おう。ジェフ出ちゃった。え、ジェフ、お、ジェフ、おい、何食ってんねん。無遊病か。そういうわけではないよな。うん、なぜか、びっくりした。あれだけ食べて、また食べてる。いつも通り夜食を取りに来たらさ、鍵開いてるんだもん。これはもう食べ放題って意味だよね。ジェフは前からそんなに食べる人なの？そんなことないよ。少し前の僕には食べるものなんてなかったから。あ、やっぱそうなんだ。やっぱそうなんだ。あ、そうか。っていうかさ、うん、鍵が開いてたってねえ、開けてから今開けたよね。うん。え？どうやって入ったの？でもキッチンの鍵は、あいつに渡したんだよね。うん。エリオットだっけ？うん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 。あ、でもあれか、食堂の方から入ったのかもしれないよね。入ったのかな？え？どうやって？お腹が空いて死にそうなところを、神父様に助けてもらったんだ。そう。そんなことより盗み食いがバレないように打ち鍵をかけといたのによく入ってこれたよね。そういうことね。ああ、打ち鍵はかけたんだ。ああ、ここに来たってことはロゼもお腹空いちゃったんでしょ。で、それをあれか、ノワールが開けたんだ。うん、分かってるって。はい。あ、やったー。パンを手に入れて、美味しそうなパン。ふわふわパンケーキ。パン？私パンなんて食べたいって言ったかしら。あ、やばい、口うるさいタイプだ。そうだロゼ、客室には近寄らない方がいいよ。なんかあの部屋臭いし、何か秘密がありそうなんだよね。客室ってノワールが出てきた部屋だよね。ね、それ気になるよね。何をしてるのか。もしかしたらそのドールズに対する薬を作ってるのか。でも医者だからさすがに作るまではいかないよね、そこは。逆にそのドールの人たちが異臭放ってそこにいるのかもしれない。あー、集めてるみたいな。いや、わかんないけど。でも、最近呼んだっていう話だよね。うん。医者に関しては。確かに。いや、もうここ数日でじゃあ臭くすんなよ。何の匂いなんだろうね。うん、この教会のこと、全然知らない。もっと知っておくべきかな。さっき嗅いだけどな。うん、プンプンってしたよ。お、これであといいのかな。あ、客室から変な匂いがするようになったのはロゼが来た時からなんだよね。何なんだろうね。私の体臭かしら。体臭が客室に通じている。染みついたのかもしれない。鍵かかって、あ、でも鍵かかってんのか。かかってんね。こっちはじゃあ。キッチンの鍵をどうやって閉めんのってならない。もともと来た時に開いてたんだよね。開いてたんだね。で、内鍵閉めて、で、ノワールが開けて。うん。で、鍵自体は
エリオットに返して、うん、あいつが鍵かけなかったっていうだけだったかな、単純に。そうかもね。深読みしちゃう。うん、そうだロゼ、一つ聞きたいんだけど、ここにいるってことはロゼも僕たちと同じなんだよね。ん？親がいないってこと？違う違う、僕たちは選ばれてここにいる。みんなそのことは話さないけど、ロゼはどんなことをしてここにいるの？何の話？まあいいか、大丈夫、僕たちは多分仲間だから。でも気をつけてね。ああ、選ばれた、何？選ばれた、孤児。いや、やっぱり怪しいと思ってたんだよ、あの神父よ。客室って言ったよね。うん、客室って言ってた。客室。さて、客室鍵がかかってる。ジェフが何か知らないかしら。あ、もう一回聞きに行くことになるんだ。なるほど、往復、さっき見に行ったのに。よいしょ、ジェフ、ジェフタン。あーあーあー、寝てる。あ、寝てない。あ、そんなことより、ここのご飯は神父様が作ってるんだよ。みんなの分を一人で作るのってるってすごくない？このキッチンで何か落としても気づかないくらい大変だろうな。なるほど、シーキーだな。何か落としても気づかない。神父さん料理が得意。あ、落ちてる。あ、落ちる。オッケー。客室の鍵、ここで手に入るの？落とすな、そんな鍵。こんな都合よく拾えます。はぁ、あ。まあ、客室に行けっつうことなんでね。なんか役ネバ感がするんだよな。わかる。選ばれた孤児っていうのが。役ネバ好きだからなぁ。ちょっと。選別されてんのかなぁ。え、何？この匂い。すげえ漂ってんじゃん。え？お、気になるものはなさそう。大人の服がかかってる。匂いはここからじゃなさそう。ここか？ここか。ふかふか、しばらく使われてないみたい。ちょっと奥のタンス一番最後にしない？そうね。うん。この教会、あちこちに本がある。神父様も本が好きなのかな？使ってない客室なのに、どうして火が灯っているんだろう。誰かさっきまでいたのかな？うわ、怖い、この絵。上の絵か？うん。何の絵？あれ。え？後で集中キーで見てみよう。タオルとか櫛がある。何も持ってこなくても数日ここに泊まれそう。そういうよう言わしていると、うん、今は夜中。どうしてノワールは客室に泊まってないんだろう。ここにいられると困ることがあったのかな。あ、全然あの絵、ノワールは別室、触れてくんないね、絵に関しては。なんでだ、とりあえず、ね、なんか土みたいなの見えない。え、血の跡。そういうことか。そっか、赤いから見えないのか。なるほど。あ、なんか喋った。さす。なんかハリーポッターのあの蛇語みたいな。いろんなものが置いてあるけど、匂いの原因はここにはないみたい。でもだいぶきついから近いはず。せやな。蛇語聞こえるよ、うん。気になるものはないかな。ないね。開けますか？開けるか。ゴミ箱の中は空っぽ。なんだろう、シミ？少し汚れてるみたい。血の汚れかな。いきまーす。はい、はい。お、ハンガーが数本あるだけ。この匂いはどこからだろう。だいぶ匂いに近づいてるとは思うんだけど。なるほど、集中キーで血の跡を調べる。あれあれ、画面の端っこに黄色いワシャワシャみたいなのが入るの、うん、
わしゃわしゃ？一回、もう一回棚に近づいてほしい。小物が入ってる棚。下だね。ほら。あ、ほんとだ！広くなってない？なんで？そこの棚と棚の間は？下一歩行って左かな？あ、調べられない。もっと下かな、じゃあ。地域で調べてみる。お、あ、隙間から強い匂い。これか。で、一応なんかこれも調べとくか、じゃあ。血の跡は調べられないか。調べられないか。ここなんだ。ここか。隙間に何か落ちてる。うわぁ！誰かの指を手に入れた。指？匂いの原因はこれみたい。指一本でそんな一周放つんだ。あ、これで少しマシかな。天才だ。持ってけ持ってけ。指あった、食べようって。おいちおいちジェフ、これソーセージ、うん、あ、この教会なんだか変。それにジェフが言ってたこと、選ばれたっていうな。あ、僕たちは選ばれてここにいる。みんなそのことは話さないけど、ロゼはどんなことをしてここにいるの？はぁ、ここに私がいるのは偶然じゃない？な、あ、おお。そういえばお腹空いてたんだっけ？指食うの？あ、パンか。指食べよう。味しない。これも病気のせい？味覚が固まっちゃってなくなっちゃったかな。疲れちゃったのか、うん、パン自体に味がないのか。え、どうやって部屋に戻ったの？朝？あ、あ、動ける。動ける。まあここは変わらないかな。普通に出ていいのかな。うん、出よっか。お、キャロル、どうした？ロゼ、あんた今起きたの？キッチンで、とにかく一緒に来て。ジェフ？ジェフ？ジェフが？嘘だ。なんでこんなことに。うわ！ジェフ！大体の検視は終わったわ。喉と目が潰れている。けど、死因は腹部の傷でしょうね。それと内臓の一部がなくなっているわ。え？えぐったっていうことだよね。怖い。ノワールさんですか？ちょっと。え？誰がそんなことやったんだ？あんたの白い服のその赤いの血の染みじゃないでしょうね。うわ、ロゼちゃん疑われちゃうし、ノワールちゃんも。模様じゃなくて、生きたまま腹部を切り裂かれている。ただ防御創もないし、抵抗した痕跡もないのが不思議よね。生きたまま。ありがとう、ノワール。みんな一旦部屋に戻りなさい。このキッチンはしばらく立ち入り禁止だ。いいね。キッチンの鍵を開けて、うん、キッチンの鍵渡しちゃったエリオット。あー、なのかな。抵抗しないっていうのが、うん、やっぱりでも顔見知りの犯行なんじゃないかって。そうだよね。信頼してる証だからこそ疑われないみたいな。じゃ逆にノワールさんは怪しくないかもしれないね。そうよね、うん、What to do がない。今日何をしたらいいのですか。どうしたらいいんですか。おお。ロゼ、ちょっといいかしら。うん。びっくりした。まさかこんなことになるなんて。うん。でもいつかこうなるんじゃないかって分かってたわ。だって私たちは、言う必要ないよね。ロゼも私たちと同じなんだから。どういう意味？隠す必要はないし、知らないふりもしなくていいの。ここは私たちみたいな人が集まる場所なんだから。それよりさっき国会室に怪しい男が入っていくのが見えたんだけど、彼も私たちと同じなのかしら。国会室、
ロゼ、気をつけてね。ここにいるみんな、嘘つきよ。自分も含めてっていうことだよね、多分それは。そうだよね。ああ、ベティ、昨日と雰囲気が違う。国会室に入っていった男の人も気になるけど、ベティの話、どういうことなんだろう。怪しい男を見つける。暴漢について調べる。すごい話になってきた。ジェフが死んじゃったよ。あれでも食べてたからなのかな。お腹が破裂したわけでもなさそうだもんね。なさそうだけど。食べすぎて。でも絶対ここにいる奴らの犯行なんじゃないかっていう気はするけど。うん。って考えたら、最後に鍵渡したエリオットが怪しい感はあるけどね。今のところはね。うん。いやでももともとこういうなんか選ばれた人たちを集めてる神父が一番怪しいけど。そうそう、神父が一番怪しいけどね。うん。じゃあ一回今日はここで区切るか。そうだね。うん。いい感じかもしれない。ジェフが死んでいい感じはちょっと。ひでじゃあ次から多分ねジェフの死の真相を、そうね、真相を探っていくかもしれないね。うん、ということで次回に続きます。次は誰なのか。私